けれたけれ心を殺すことある。今回の動画は女性向け性感マッサージのセドナさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。すいません。こんにちは。はじめまして、見たいと思います。はじめまして、桐坂キヨハです。あ、よろしくお願いします。お願いします。キヨハさんが、はい、あのツイッターで投稿した時から、もうどれぐらい経ってますか、時間は。6月末だったので、はいはいはい、5ヶ月くらいですね。で、あの当時は、はい、もうご結婚して作家さんやってるっていう感じなんですか。そうですね、もうすでに。生活変わりました、あれから。変わりましたどんな感じですか。お子さんもいるんですもんね、だって今ね。います、います。そうですよね。1歳半の子供が今いるんですけど、でもあれから本当にこういろいろ取材受けたりでバタバタになったので、はい、もう夫がいろいろ手伝ってくれて、はいはい、ずっと在宅ワークだったのが外に行くようになったって感じです。ああ、そうかそうか今何歳なんでしたっけ。23です。あの舞妓とか芸妓の業界から、はい、そのこの半年間こう、ね、清子さんへの何ですかこう、うん、講義みたいな、そんな特にないんですか。講義ですか。講義はないですね。あ、そっか、うん、なんか静かすぎるぐらい静か。あ、そうなの。はい、ボンマイさんともお友達なんですね。そうです、あの同い年で、その告発、まあ仲はじゃないですけどなんか同じ雑誌に出てて、でそれでこう私が DM して一緒に出てた、あの元舞妓の桐高ですって話をして、なんかそこからこう実は同い年で一緒にちょっと協力してやっていけませんかみたいな感じで言ってくれて、でまあ連絡先交換して、まあ、会ったりとかずっと電話したりとかして励まし合ってました。なるほどね。ユースは YouTube も始めましたもんね。始めました最近ね。そう、なんか YouTube 出てくれっていう話とかも結構多くて、うん、なんで私カメラがすごい苦手なんですよこう喫音もあるし、いつ出るか分からなくて、そのだいぶ克服はしたんですけど、なので、まあ、ちょっと慣れるっていうのもあったり、Twitter とかだったら、うんうんうん、結構きつい女なんじゃないかみたいな、そうイメージが湧かないって言われて、うんうん、アイコンとかもだってこんななんかちょっと、まあ、まあきついっていうか、まあなんかあれですもんね。確かにあの、確かにこんな笑うんだっていう感じは確かに印象受けるかもしれないですねあの会ってみたら。本当ですか。はいはい。そう、なんかもっとこうひどい女だと思ってたってこう記者の方に言われたりとかしてたのでみんなと話す、直接会って話したいけどそれがなかなかできないので、うん、この動画にしようっていうのと、しかもちょっとバズったそのツイートが確かにその文章としてはそのなんていうか世の中へのなんていうかね問題提起するような内容だからねなんかね結構きつく書いてあるので、うん、ちなみにさ、そのツイッターのプロフィールがちょっと気になったんだけど、はい、ADHD と喫音、はい、で両性愛者なんですか。そうです、両性愛者です。もう今は旦那さんがいるけども、はい、女性のことも好きだった経験があるんですか。夫の前は女の子としか付き合ったことなかったです。だから LGBTQ+ っていうのはバイセクシャルのに該当する。一応そうですね、まあ、でもこのトランスジェンダーのことも付き合ったことがあるし、なんかもう本当に好きになった人が好きの、だから年齢とか性別とか国籍とかあんまり気にしたことないです。なるほどね。出身は生まれは山口県です、で育ちが和歌山と大阪に5年ずつで、地元といえば大阪です。物心ついた時は和歌山くらいですか。そうですね。お父さんは何してる人ですか。当時は何してたんだろう。母が化粧品系の、化粧品の関係の仕事をしていたよう
な記憶があります。は、空手の黒帯持っていて、こう、なんだろう、教えてました、こう、警備員さんとか。おー、プロだからいるんですよ。書かないとわからないかもしれないんですけど、腹違いのお兄ちゃんが2人いて、ほー、で、種違いっていうか、お父さんが違うお姉ちゃんが1人います。でも、お母さんとお父さんは、再婚同士も？あ、そうです、そうです、再婚同士で。で、姉が9つ上。で、お兄ちゃん2人が今なんか40代後半後半じゃない、43歳と40歳ぐらいだった気がします、確か。でもじゃあ、清原さん自体はお父さんとお母さんからしたらだいぶちょっと年齢いった時のお子さんみたいな。そうですね。そうね、種違い、腹違いみたいなのは何歳ぐらいでそれを理解するんですか？あれは、私ね、小学校2年生だったと思うんですけど、姉の父親が亡くなったって知らせが来て、それを聞いて初めて知りました。え、違うんだみたいな。へー、なるほどね。はい、姉のお父さんが亡くなったっていうこと自体がショックすぎて、もう親が違うとかあんまりショックじゃなかったです。なるほどね。そう、そのタイミングでお兄ちゃんもそういうことなんだみたいなことするんですか？そうですね。でも一番上のお兄ちゃんは一回しか会ったことがなくて、そんだけ離れてるともう会わないですよ。会わないです。どんな子供なんですか？何して遊んでるような子？本読んだり、あ、でも外でも遊んでましたよ。なんか、うんうん、一輪車も好きだし、なんか外で公園で遊ぶのも好きなんですけど、大体は家で巻く本読むか、ごっこ遊びするか、うんうん、あとはもう仕事してました。小学校2年生からモデルやってたので、なんかキッズモデルやってたっていうか。そうなんですね。まあ、モデルっていうキッズモデルとして入ったんですけど、ほとんどモデルの仕事はしてなくて、ミュージカルとか舞台の方に出させてもらってたんですけど。でも子役みたいな感じだったんですね。そうですね。それは本人規模ですけども、お母さんたちがそういうのちょっと好きで、まあ、本、あと私がなりたい、その時はね、いじめを受けてたんですよ、小学校で、うん、で、まあ、こんな感じだからいじめられるのかな、じゃあもうちょっと垢抜けようじゃないですけど。いじめられてる時はなんかその地味な感じだったんですか？地味ってほど地味でもなかったはずなんですけど、まあなんかもうちょっとこう可愛くなればいいのかなみたいなのがあって、まあなんかもうちょっと明るくならなきゃいけないなっていうのもあったし、やってみようっていうので応募したら受かって、でまあ活動を始めてて。普通に放課後はそういう習い事的な感覚で、そういうその舞台の練習したりとかしてたんですか？あ、そうです、そうです。レッスン行ってとか、舞台稽古行って、オーディション行ってみたいなしました、それいじめは結局なくなったんですか？まあ、なくならなかったですね。より悪化したので、ほとんど学校に行かなくなりました。あ、そうなの？その間にね、でも転校も何回かしてて、生徒だけじゃなくて先生からもいじめを受けてたので、そう、なんか私の嫌いなところを黒板に全部書いて、写真撮ってラミネートして家まで送ってくるみたいなとか。それなかなかその親にもバレるじゃん、そんなの。そうです、そうです。でやっと小学校5年生で落ち着いたんですけど、うんうん、何回転倒したんですか？だからもう毎回そのこと起こるんですよ。似たようなことは起こるの、まあ、多分私の、ね、責任というか原因もあるとは思うんですけど、合わなかったというか、例えばそのよく言われてたのが、子供らしくないって言われてたんですよ。子供らしくない子供だから、子供らしくしなさいって先生にも言われたりとか、周りに常に大人がいたっていうのもあると思います。仕事してたし。そっかそっか。そうそうそう、なんか本当に変な子供で、小学校2年生から自己啓発本読んでたんですよ。ビジネス本とか読んだり、母親について行ってなんかセミナーみたいなの受けに行ったりとかしてたので、だからかなって思ってあります。勉強は好きなんですか？学ぶことは好きです。ただ座学がこう ADHD なので苦手で、じっとしてられないってことですか？そうです。多動、多動が強くて。舞妓になるのは何歳なんですか？まあ、中学校3年生の時にの3学期ぐらいに京都に行って、だから16歳でなりました。その前にどう、中学まではどんな行き先にそこにいたんですか？その間なんか活動
その、うん、子役の活動がこうなってるとかあるんですか？なんか途中で小学校4年生か5年生ぐらいの時に東京の仕事に行って、まあ、性被害に遭ってで帰ってきてみたいな。小学4年生か5年生ぐらいだったと思うんですよ確か。なんで性被害なの？誰からどういう？社長から、プロダクションの社長から、うん、あの性被害に遭って撮影まで時間があって、でその間にこう、まあ、廊下で待機してたんですけど、そしたらこう追い込まれて、まあ、キスされて、まあ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 すごいキスだったんですけど、そうで、これはやばいかもしれないと思って嘘ついて非常階段、9階だったんですけど、非常階段からバーって降りて、たまたま逃げ込んだお店がその警察の方と仲良かったから呼んで、すぐ呼んでくれて、でまあ DNA 検査だなんだってしておとり捜査したんですね呼び出して捕まえるみたいな。でそれでまあ実はちょっと私のちょっと前に当時中学生ぐらいの子を薬飲ませて最後までしちゃったみたいな。でもそれでも捕まらなくて、で私のこの DNA とかの検査で証拠になったから捕まえれました。もう全部あったんですか？そうなんです。それは場所は、事務所なんですか？それともあのなんかオーディション？あ、オーディションとかじゃなくて事務所になるのかな、撮影するスペース、撮影スタジオみたいな。そう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 。すごいですね。他の誰かがどっかの違うところにいたりとかするわけでしょ？そうですね。いつ出てくるかも分かんないじゃないですか。大胆ですよねすごいと思う。でも常習犯ってことですよね。常習犯です。その後もなんか Facebook で連絡来ました。あ、なんか懲りてないんだなって感じです。そうか、そんなことだから事務所辞めて辞めて、うん、で芸能界怖いってなってたんですけど、あの姉が地下アイドルやっていて、うん、ユニット組んで2人でやってるんですけど、そこでこうダンスしなきゃいけない曲があると、うん、で私たち踊れないからバックダンサーやってくれないかって言われて、でバックダンサーを小学校5年生の時にして、へえ、旧校舎のお姉ちゃんとまたそれに違うメンバーのマックに。そうです、2人いてその真ん中の後ろの方で踊って、うん、でやったら、あの君もステージ立ってみなよって、その、まあ、当時姉が所属してた団体のトップの人が言ってくださって、うん、でそれで地下アイドルすることになったんです。じゃあ10歳と19歳と何歳のトリアっていうかそのグループなんですか？もう一人の方は私の一回り上。じゃあ22、19、10歳の。あ、でしたね、当時はすごいね。え、それ3人で活動するんですか？いや、うん、その後は私が一人で活動してました。ああ、いや一瞬だけその舞台に上がったぐらいですか？そうそうそう。あ、それ中学も続けるんですか？そのアイドルたち中学校の3年生、2年生ぐらいまで続けてた。うん、それはなんか辞めちゃうきっかけあるんですか？は、まあ、舞妓になるからって。それ舞妓は何でなりたかったんですか？なりたくなかったですよ。なりたくなかった？なりたくなかったです。なんか自由なくなるのすごい嫌だったので。なんで舞妓になるんですか？なんか本当にね、こう私才能がほとんどなくて何の才能もなかったんですね。で、まあ、学校もほとんど行ってなかったし、うん、まあ、勉強もめちゃくちゃできるわけでもないし、家も裕福じゃないから高校に行けなかったんですね。家は裕福じゃなかったんですか？裕福じゃないです。そうか、お父さんとかさ両方とも働いてるけど。あ、離婚してて。あ、途中で。あ、どっかで離婚したんですか？小学校1年生ぐらい、ごめんなさいバラバラで。いや、全然全然そう、小学校1年生ぐらいの時に離婚して。あ、あ、そうか、お母さんが女の一つでさらっててくると。そうです、そうです。そうか、で、お金も家計的にも進学は厳しいっていう。厳しくて、うん、でまあ本当にね、歌も下手だし、アイドルやってたのに、うん、歌も下手だし演技も下手だしダンスもそんな得意じゃないみたいな感じで、うん、才能もないし、なんか勉強もできないし、あなたこれからどうしていくのみたいな感じの時に、まあ、ちょうど私が歴史にハマって、うん、でその時に日本舞踊やりたいって言って日本舞踊をやってたら、初めてその人に褒められたんですよ、うん、で褒められるって経験をして認められるっていう経験をしたから、私日本舞踊好きだからいけないんだったら日本舞踊家さんになるって言って言ったんですけど、うん、そしたらまあ
その日本舞踊の関係者の方、当時そのまあ11歳とか、うん、でその時40代の方、うん、男性なんですけど、好きですって迫られて、え、あ、まず日本舞踊アイドルやってみんなが習ってるんですか。そうです、そうです、はいはい、で好きですって迫られてキャーってなって、そこにも行けなくなって、うん、大人っぽい見た目だったんですか、当時から。大人っぽかったというか、老けてました。なんか小学生らしからぬというか、らしからなかったと思います。なんかで、しかもその人には私とほとんど年の変わらない娘ちゃんがいたので、それはできないわと思って、で断ってどうするかってなった時に、母が一回ちょっと舞妓さんの体験行ってみたらって言われて、じゃあ分かった行ってくるって言って行って、で帰ってきたらもうみんな私が舞妓さんになるって思って期待されてて、でまあその期待をかけられるっていうのが初めてだったから、ちょっとまあ嬉しかったのもあるし、でもそれしか道がないのかなって。ただ中学の間考えてるけど、うん、なると、まあ、高校行けないっていうし。そう、でも最後まで抗ったんですよ。高校行きたくて頭悪いのに、高校の推薦状取ってきてくださいって言って、どうしても行きたいから推薦状くださいって言って持ってきて、母親にお願いしますって言ったんですけど、母は私の将来を心配して、そんなんだったらもう家から出て行きなさいって言って、一人で暮らして一人で高校の学費も生活費も全部稼げるんだったらいいよって言って、まあできないじゃないですか。なのでもう行くしかないなと思って、お母さんと高校に推薦で行くことが心配っていうのは、小学校と中学校の様子からもう今度学校に行くってことが無理っていう認識なんですか。そう、もう多分普通の生活は無理だって思ってたと思います。中学もほぼ行ってないんですか。中学は1年生と3年生の後半だけ行きました。小学校、小学校は 5,6 年生だけ行きました。逆にそれ以外はあんま行ってないぐらいの感じなんですか。行ってないです。お母さんの判断的に、うん、どうせ高校行ってもやめるだろうから、だったら前こう行った方がいいんじゃないっていう。そしたらね、お金の心配もせずに、こう日本舞踊だけじゃなくていろんな芸事に触れられるし、うん、まあ、将来的にもこう心配することはないんじゃないかなって言って、うん、そう送り出してくれるんですか。そうです、そうです。で、っていうのはもう中学と卒業とともにその京都、はい、京都もうその世界に入るんですか。あ、私は卒業する前に行きました。卒業する前に行くんですか。はい、もう3年生の3学期ぐらいから。1月とか1月とかでしたね。確か1月か2月だったらちょっと忘れちゃったんですけど、それぐらいで行って、先に行ってこう仕込みさんって言うんですけど、お前子デビュー前ですか。そう、あ、舞妓の仕込みをする。何仕込まれるんですか。礼儀作法とか、うん、京言葉、おいでやすとかおきにとか、うん、そういう京言葉と、うん、お座敷に出る前のこういろんな花町のお姉さんの顔を覚えるとか、うん、迷子にならないように道を覚えるとか、うん、お食事の食べ方、うん、そうとか、そういうのもいろいろ。全部お父さんが入った、なんて言うんですか、お店、置屋さんって言うんですか。置屋さん、京都では館って言います。館、はい。まあ、規模的には、どれぐらいの規模なんですか。大きいとこだったとか、なんか中堅みたいなのが あるんですか。そういう、もともとはすごく大きくて、いろんなお姉さんとかが住んでたんですけど、私が入った時は上の舞妓さんが一人と、私と仕込みさん、うん、2人いて、うん、同期が2人いてって感じでした。でも5人なんですよ、舞妓さん。そう、舞妓の上が芸妓なの。芸妓さんです、うん、芸妓はいるんですよね。芸妓さん1人いたんですけど、すぐに家から出て、まあ、一本立ちして。仕組みとしては結構芸妓になるとみんな一本立ちするんですか。そうですね、舞妓さんの時はもう修行中で、うん、6年奉公って言うんですけど、まあ、6年ぐらい5、6年やって、うん、1年ぐらい芸妓さんやる人もいれば、6年舞妓さんやって3ヶ月だけお礼奉公って言うんですけど、うん、まあ、ただ働き
で奉公するっていうのがあって、だいたい成人すると芸妓さんになる。でその芸妓さんになって、その奉公の期間が明けたら一本立ちできる。不当客みたいな、旦那さんみたいなのつけるんだ。絶対つけなきゃいけないわけじゃないですけど、まあお金がかかるので大変ですよね。だからそういう人を捕まえなければ逆に一本立ちできない。借金をするとか、まあ、いろんな方法はありますけど、まあ、いたら楽ですよね。昔は必ずいなきゃいけなかったんですけど、今は別にそんな必ずってわけではないみたいです。わかりません。今そのとあるところに清瀬さんが入って入って3ヶ月その仕込みされしていただいて、あ、だすないと仕込みさんってだいたい1年しなきゃいけない。1年なんですけど、私はそれも7ヶ月とか8ヶ月とかだったら11月にデビューされて、デビューして、デビューってもお客さんの前に出るってことなんですか？出る。でもその前に一応見習いさんっていう期間が1ヶ月だけあるんですけど、あの、そうか、その間ももう普通にお酒ついたりとか。そう。だからもうそこからちょっとあのツイッターの世界観の場所になってくるんですか、それ。ママ友にしてくってことなんですか？そうですね。みんな未成年だけどお酒バンバン飲むとか。なんとなく分かってはいたんですよ、仕込みさんの時点で。まあそこ見えてますからね。だけどそこまでひどいとは思ってなかったし、まあ、姉さん方が酔っ払って帰ってきたりとかするものを見てたし、たまにこう仕込みさんの時点で呼び出されて、あの姉さんのところ行ってなんかバーみたいなのとか行ってちょっとお勉強させてもらえよしやって言われてお酒いただいたりとかっていうのもあったので、あれもしやみたいなのはありました。初めて飲んだのも16歳とかだったんですか？そうですね。それはその何ですか、体質的にはあの大丈夫だったんですか？弱かったか強かったかあるんですか？私は大丈夫でした。あ、そのベロベロになっちゃうとか一杯二杯になっちゃうって感じじゃなかったですか？ではなかったです。一番最初、清原さんデビューするじゃないですか、はい、常連とかいないですよね、清原さん。いないです。どうやってお客を捕まえるんですか？ならもう私のお姉さんがいるんですけど、名前をね一文字もらったお姉さんがいて、そのお姉さんについて行ったりとか、その見習い茶屋っていうお茶屋さんがあって、その時は舞妓さんにデビューする前の1ヶ月の見習いさん期間の時に、まあお座敷でこういう風に振る舞うんだよみたいなことを見習わせてもらうお茶屋さんがあるんですけど、そこでそこのお客さんがを、お母さん、おかみさんが振ってくれたりとか、この宴会の時まるまるさん来るからあんた清って言われて行ったりとか、あと姉さんについてったりとかで、こう毎日ね、こうお昼12時から3時の間にお礼参りっていうか、お茶屋さん参りっていうのをするんですけど、お茶屋さんに全部の私がいた町のお茶屋さん全部に何日空いてますとか、私はこういうものです、どうぞお願いしますみたいな、お仕事くださいってこう言ったら営業に回るみたいなのをするんですね。そこで、まあ、今日こういうのでこうパーティーあるから来ないとか、宴会来ないとかって言って、宴会行ったりとかして仲良くなったお客さんがまた何々ちゃん呼んでって言ってくれたりとかで、逆に言ったらこっちからお兄さんこの日空いてるからお頼もうしますって言って営業したりとか。そう、あとお茶屋があるじゃないですか、はい、あとその麻薬販売して遊べるような、そこに所属してるっていうことじゃなくて、各お茶屋に、あ、置屋さんが派遣してるみたいな感じ。そうか、だから置屋は芸能事務所みたいな。あ、そうですそうですそうです、麻薬所属事務所みたいな。そうで、お茶屋がまあテレビ局じゃないけどお仕事する場所ってことなんですか？はい、そうです。でもこうテレビ局兼タレント事務所みたいなところもある。あ、こことここがこうくっついてるだろう ところもあります。お茶屋がこうズブズブみたいなのもあるんですか？はい、あれというか一つのお家でお客さんもいるし、宴会、その家の中で宴会もするし、で舞妓さんも育てるし、あ、全部やるところもあるんですね。そう、清原さんが所属してたのはどっちだろう？まあ一応両方だけど、ほとんどもう置屋さんだけ。なるほど。じゃあ次開催するときもあるけど派遣するときもあるみたいな。そうですそうです。はははは。でお風呂一緒に入る儀式があるんだけど、ツイッターで書いてあるじゃないですか。そう、お風呂入り、それはいつ直面するんですか？
は本当辞める寸前だったんですけど、ずっとね聞いてはいたんですよ。こう宴会中とか、こうまあ後口って言って言ったキャバ嬢さんとかのアフターみたいな感じの会とかがあるんですけど、その時にお姉さんとかがあのお風呂入りを頼もうしますってお客さんに言ってたりとか、お風呂入りはこんな感じなんだよみたいな話をこう宴会中とかそういうので聞いてて、さすがに冗談だと思ってたんですよ。まさか今の時代ないと思ってたら、本当にこうお母さん、お茶屋さんのお母さんから電話が来て、あんたこの日開けときやって言われて、こう温泉行くしって言われたんですよ。で、え、もしかしてお風呂入りですかって聞いたら、当たり前や、何言ってはんのって言われて、びっくりします。その時に本当にあるんだと思って、その温泉旅行って言ったら、昔はなんか家の中に入ってたらしいんですけど、というのは温泉旅行でお客さんと混浴。それ実際行ったんですか？行きました。行ったんですけど嫌すぎて、でちょうど行ったメンバーが仲いいお姉さんだったんですよ。完璧に心を許せるようなお姉さんとかではないんですけど、でも年も近くてそこそこわがままも言えるお姉さんだったので、姉さんお風呂入りしたくへんって言って、どうしましょうってこう会議して、よしじゃあお客さんを最初にプロプロにさせちゃおうって、お風呂入れないぐらいプロプロにしようって言って、先にお腹空きましたって言ってご飯食べに行って、もベロベロに酔っ払ってもらって、それでもお風呂入りたいっていうのでなんかカラオケ行きましょうって言って、歌いたいからって言ってカラオケ行って、それでもまだお風呂入りたいって言ったら、お姉さんが暴れて、あの角に壁に頭をつけて流血して、で、あ、ちょっと姉さん頭こんなんだからちょっと今日は勘弁しとくれやすって言って、結局姉さんの血も止まって私と姉さんで2人で入ったんですけど。それはその旅行はお茶屋さんが婚姻ですよ、お客さんに舞妓さん2人を連れての旅行っていうのをセッティングしてるんですか？舞妓さん2人と、あともう1人って舞妓さん3人と芸妓さん1人、4人。男性は一人と、お茶屋さんのお母さんも一緒に来てました。主たる客は何歳ぐらいですか？70代でしたね。おじいちゃん。おじいちゃん。じゃあ別にそのそういうその性的なことを目的とした旅行な感じなんですか？その中に本気の人が誰かいるんですか？いましたね、この中メンバーの中に。あのそのお兄さんが好きなお姉さんがいて、それ旦那ってやつですか、ね、スポンサー的なになりたいって言ってこう口説いてる最中だった。旦那さんになりたいからって。なるほど。そのおじいちゃん、おじいちゃんって70歳おじさんが、はい、その旦那になりたいって言ってるその芸妓さんは何歳ぐらいですか？まあ20当時25歳とかだったのかな。でもその未成年銀行とかにまだならない。まだないです、その人の場合は。そのお風呂入るのがもし実現した場合は、そのおじいちゃんとその芸妓舞妓さんに全員で風呂入っていってみたら。あ、そうです、全員で。言ったらこうもうハーレム状態みたいな。あ、なるほどね。16歳2人、17歳1人、25歳じゃなかったかも。そうち私と同じぐらいだったかもしれないです。23、24だったかも。大学生とかのお姉さんがいて、でちょっと一人おばあちゃんいて。へそれは置き屋がめっちゃ儲かるんですか？それをすると。要は4人も女の子連れてったわけです。そうです、置き屋さんというかお茶屋さんが。あ、ちょっとお茶屋さんが。そうだし、置き屋さんとかも旅行だから一泊もう1日分のお花時間のお金がまあ2日分丸々入るわけじゃないですか、うん、で帰ってきてからもお仕事入れようと思ったら入れれるので。あ、だからすごく効率のいい稼ぎ方。まあ、効率いいですよね、旅行とかは。でも何円もらってるかとか知らないんですか？知らないです。されてるから。全然知らないですね。ちょっと予想するにどれぐらいそのおっさんは払っているんですか？それ4人ってなったら100はいってるんじゃないですかね。2日高速かけ4人分とか。そうですね。そういう稼働が多かったら毎回給料増えるんですか？
でも舞妓さんお給料ないので。ないんですか？ないです。どうやって暮らしてるんですか？でも食費とかそういうなんか光熱費とかも全部もろもろ沖屋さんが出してくれる。ああ、そう、住み込みだから。そうです。でまあ月いくらかのお小遣いをもらって、でそこから自分のこう月のものの用品とか、あと化粧品とか白塗りの。ああ、白塗りは支給されるわけじゃないですか？自分で買います。へえ。大体お小遣いどのくらい？私のところ多かったです。5万円。多いんですか？多い方。それ5万で化粧水とか化粧品とか、まあ言ってしまっただ全部経費ですよね、本当は。それ使っちゃったら逆に手元にいくら残るんですか？そんな残らなかった。1、2万円、2万5000円残ればいいかな。携帯とか持ってるんですか？持ってなかったです。持ってないですか？持っちゃいけなくて。持っちゃいけないですか？そう、だから私のところは舞妓さんになったら、あの固定電話の呼気使えたんですよ。いや、ちょっと嬉しくないですか？嬉しかったですよ。あの仕込みさんの時はもう一生懸命あのボックス、電話ボックスがあるじゃないですか、公衆電話。そう、公衆電話探して、公衆で、でもあんまり人の目につくとこだとダメなので。え、それ2010年代の話ですよね。そうっす。あの23歳とか。そう、親にこのなんかクオカードみたいなのがあるじゃないですか。で、あ、テレフォンカード。あ、そう、それテレフォンカード。そうそうそう、テレフォンカードの存在知らないですもんね。知らなかったです。なんか送られてきて、これ入れれば電話できるよって言われたので、それ入れてなんかこうやってして電話してました。そんな高いんですね。そう。え、テレビとかは見れるんですか？見れないですね。あ、そう、そんだけ情報が遮断されてるんですか？そう、だからスマップ解散とかも本当1ヶ月2ヶ月後ぐらいに知りました。へえ。それこそじゃあもうテレビやろうか、 YouTube とか見ないです。 SNS とかもじゃやってないんですか？やってなかったですね。何してるんですか？いつか一日どんなスケジュールなんですか？日によって全然違います。休みあるんですか？週、あと月に2日あります。月2日しか休めないですか？休めない。でもない時もあります。え、でも夜からですよね、仕事。あ、でもお昼からの仕事もあるんですよ。そうなんですか？まあ、お稽古がある時もお稽古行くし、朝からお仕事の時とかはお客さんと一緒にこうランチ行くとか、宝塚さん見に行くとか、舞台見に行くとか、歌舞伎見に行くとか。へえ。でもう朝からとか、そうか、逆に朝から旅行行くみたいなとかもあるし。その時の外に出てくる服装とかメイクは白塗りなんですか？白塗りです。あ、それはもうどんな時でも1年間は白塗りしなきゃいけないっていう約束があって、うん、私のところは。なので1年間はデビューしてから1年間ずっと白塗りなので、ずっとあの東京とかの出張もあったんですけど、うん、そういう時も白塗りで新幹線乗ったりとかしてました。え、じゃあ映画見る時も白塗りとか？白塗りです。スタバ行く時も白塗りですか？あの、白塗りです。だから一人で行ったりはできないので、うん、誰か一緒に。それには一応木原さんとお客さんと誰かっていう、その、そうですね、第三者がいる。いや、本当は必ずいなきゃいけないんですけど、私の場合お客さんと二人のことも多かったですね。それは、うん、一線を越えてきようとしませんか？そういうふうな二人しますよ。しますよ。避けれるんですか？いや、なんかもう、あ、やめとくれやすとか、お兄さん冗談よしとくれやっしゃとかって言ったりはしてたんですけど、頑張ってましたね。なんか頑張って避けてましたけど、避けれない子もいると思いますね。断れない。ちなみにその時点で木原さんは体験済みなんですか？未経験なんですか？未経験でした。そう、未経験、未経験。それまでに彼氏がいた経験はあるんですか？彼氏がいたことはいない。あ、中学時代とか女の子と付き合ったんで。あ、彼女はいたけど彼氏がいたことない状態で。そうですね。二人っきりのおじさんとかと言って、うん、今はちょっと性的なことを求められるけど、ちょっとうまく断ってるとか、うん、でも無理やり触ってくるとかありますよ。それも、うん、上も下も、上も下も無理やりこう入れてくるみたいな。でも舞妓さんってここまで1年目は、うん、あの帯があるのでなかなか入りはしないんですけど、うん、無理やりこうねじ込む人もいれば、ここからもうこの辺ずっと触ってるとか、ここが後ろが空いてるのでもう
後ろに手突っ込むとか、ああいう着物っていわゆるブラジャーとかパンツみたいな下着はつけるんですか？つけないです、つけないです。つけないです、両方つけないです。あ、それ普通なんですか？普通です。だってその上普通にあのおこしっていう布を巻いてるんですね、ガーゼの。それが下着なんですよ。あ、だからパンツとかブラジャーとかがない。でもそれまたガッと広げてると見えちゃってるんですか、下が？見えちゃうんですね。だからそのシャチホコっていう芸があるんですけど、まあ、3点倒立してこう足を上に上げるんですけど、女の子とか。そう、でそうするとまあ裾がピャってなっちゃうじゃないですか、一応足に挟んでやるんですけど、それでもお客さんがふざけて上からピローってするとか。でも下が丸見えになっちゃうんですよ。だからギャーって、でもこうギャーってなるけど着物を汚したり破いたりすると怒られるので、丁寧に降りなきゃいけなくて間に合わないとかもありました。もう自分の身より着物を守らなきゃいけない。そうそう、あの飲み会の席の空気悪くしちゃいけないみたいな気持ち。ああ、そうですそうですそうです。でそのちょっと本気でそれでやめてくださいって怒ることはできないの？できないです、絶対できないです。なるほどね。嫌なことでもお気に入り、ずっと楽しんでるふりしなきゃいけない、なきゃいけないですね、嫌でも。そういう世界観ですね、それマイクとか。そうですね、舞妓さんは子供だから、うん、下ネタで笑っちゃいけないし。そんなの？そう、だから知らないっていう体なんですよ。へえ。でも3点倒立させられてまたこう広げられちゃったりとかする？しますね、やきゃーって言うけど。あ、それは下ネタって扱いじゃないの？ではないですね。でもなんかこうね、いろんなこう床の話とかいろいろあるじゃないですか、うん、飲み会の席も大体下ネタとかあるでしょ、うん、そういうのとかに笑っちゃいけないし、どんなにえげつないものでも反応しちゃいけない。へえ。嫌だとかも、なんでわかるの？なるほど。わかんない。振り試食って。知らない振り。でも酒は飲むってことですか？飲みますね。浴びるほど飲んでました。どういう飲み方なんですか？普通に日本酒をこうつつましく飲んでたんですか？いや、そんなこう、あ、お気にちょびちょびとかじゃないです。お流れっていう遊びがあるんですよ。自分が飲んだグラスをいいよって言って、そのお客さんとかに渡して、まあ、お客さんから渡されることもあるんですけど。でそしたらお客さんついで、お客さんも一気飲みしてもらって、またちょっとグラス洗って返杯したれて、また一気飲みしてっていうラリーが続くゲームがあるんですけど。それ何が楽しいんですか？わかんないです、ただ飲んでるから面白いじゃないですか。 ね、 もうみんな酔っ払ってる状態だし、なんか、そう、臭くないですか？おっさんが飲んだりせっかくとか言えないんですよ。なんかでもそれを洗う桶があるんですね、お椀みたいな、でそこでこうグラスを、まあ、おビールだったらおビールの洗い方、日本酒だったら日本酒の洗い方があって、あとはおチョコの洗い方とかがあるんですけど、そのお椀で全部洗うんですよ、グラスの中を。でそしたらまあ泡だらけとかなんかゴミ入ってるみたいな状態でもそれで洗って、でこう返杯してっていうのを繰り返して、もう唾液も入ってる、何も入ってるみたいな状態のものをがずっとあって、それをこうスッて変えたりはするんですけど、あんまり動きすぎると、あんたなんでいい品のって言われるから、それで洗い続けるって。そう、あ、関節キスだねみたいなのあります。お客さんから？そう。へえ。でもなんかそのみんな冷静な、壊れたことはないんですか、そういうので、その環境の中で、うんうん、あの、まあ、今だいぶ時が経ったから冷静に喋ってるのかもしれないですけど、いますよ、やっぱり壊れちゃう子、うん、なんか自殺未遂しちゃう子もいるし、それこそ本当に病気、精神的な病気を患っちゃう子もいるし、泣いて失神するとか、うん、失踪するからですか？逃げ出すんですか？私逃げ出しました。あ、そう、脱走してます、一回。なるほどね。その脱走するときはどんなタイミングだったの？は、ちょうど東京行って帰ってきて、東京行った時に行くちょっと前かにお客さんに携帯もらってたんですよ、携帯欲しいって言って隠れて携帯持っててもバレて、でそれまでに結構なんかもう私辞めたいなと思ってて、でお客さんとこう辞める段取りをこう会議してたらバレちゃって、その内容も全部見られてたんですね。だからもう入れないと思って殺されると思って
別に殺すまではいかないですけど、うん、いやもう私の人生終わったと思って髪は結い立てだったんですけど自分でほどいて、みんなが寝静まっただろう時朝5時ぐらいに裸足で浴衣着てバッ出して逃げたら一緒に住んでたお姉さんが追いかけてきてくれたんですけど、はい、タクシー乗って、へ、追いかけられない追いかけてきて、やっぱり逃がしちゃいけないってことあるんですか、ね、脱走良くないですね、良くないってことそういう評判になっちゃった、評判になっちゃうとかじゃなくてもうなんか裏切り行為みたいな感じで、うん、ちょっとしたそのヤクザの世界ぐらいのなんかなんかちぎりみたいな雰囲気もあった、あ、あります、なんかあの杯を交わすんですよ、杯杯交わします、お茶屋さんのお母さんと自分の名前もらったお姉さんと、あと見習い茶屋のお母さんと組合の人、組合の人しなかったか、そうで三三九度の杯みたいな、金屏風に囲まれて真ん中に神様をいてみたいな、仲人みたいな人がいてみたいな、でこうお酒飲んで姉さんが飲んで私が飲んでお母さんが飲んで私が飲んでみたいな、ただ三三九度の杯を3回ぐらいして、うん、あ、そう、お母さんって呼ばせるぐらいだからそれ家族になる、あ、そうです、家族の縁をこう杯で見せる、お前、なかなかこうやってこと言われることはあるんですか、そのあのお茶屋とか、その沖屋、指令でというか、なかなかこう言って、まあそのダイレクトで言うことはないと思うんですけど、まああんた分かってるやろなみたいなことがあったっていうのは姉さんから聞きました。で、私自身も辞めたいって言った時に、まあお客さんに旦那さんになってもらって身受けしてもらいよしみたいな、辞めるんだったら、そうそうそう、まあ、その方が円満に辞めれるよって言われて、一応その辞めたいっていうのは脱走する前に主張をしてたんですよ、いや脱走してから主張しました、あ、脱走して家帰るじゃないですか、うん、はい、元に戻されるんですか、戻されます、それどうやって、でもなんかどこにいるのみたいな、いろんなところに電話かかってて、でも私の親とかにももうずっと鬼電して、うん、もう鳴り止まなくて、もう頭がおかしくなりそうだからもう一回帰ってって、もう一回ちょっとまあどっちみち辞めるにしても話し合わなきゃいけないからっていうので、だから話し合いに行きますで帰ったんですけど、帰らなきゃよかったなと思います、帰ったらどうか、帰ったらまあこう部屋に行くじゃないですか、いっぱいお姉さんとかお母さんとかがいてポツンってこうやって座ってすっごいこう罵声を浴びてみたいなのが何時間も続きましたね、そう、怖かった、それがそんな中で、あんな、もう辞めるんだったら旦那さんもらって辞めた方が、そうそう、旦那さん取って辞めた方が、まあ、スムーズというかこう後腐れなく辞めれるし、戻ってきたい時も戻ってくれるし、うん、そうで、まあ残りの借金を全部払ってもらう形で辞めなみたいな、じゃないかったら自分で払わなきゃいけないよって借金あるんですか、なんかその別に金額とか全くわからないんですよ、わからないんですけど、一応借金がある体なので、そうなんですか、そう、舞妓さんになる仕込みさんの時デビューする時にお金がかかってるから、そのお金を返すっていうので、まあ6年暴行、あー、ちょっと、まあ、6年暴行のうちの1年しか経ってないですね、1年も経ってなかったので、そう、まあ、全部返せ、すごい話、払ってないんですよ、あ、払ってない、うん、で旦那さんも別に もらわずに、そうですね、旦那さん候補の人も3人ぐらいいたんですけど、いいよ旦那さんになってもって言ってくれたんですけど、辞めてまで自由奪われたくなくて、うんうん、でね、買われたらその人の一生言いなりにならなきゃいけないみたいな感じじゃないですか、うん、そう、だからそれは嫌だって言って断って、お願いだから辞めさせてくれって言ってずっと辞めさせてほしいって言ってたんですけど、うん、まあ、もうとりあえずもうちょっと いなさいみたいな感じで、ずる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 、その後半年ぐらい、半年もいなかったかな、なんか3ヶ月4ヶ月いて、まあようやく辞めさせてもらった。確かにね、11月にデビューして1月か2月ぐらいに脱走したと思うんですよね、確か、うん、でそっから7月に辞めました。
から半年かかるんですよ。かかりました。生きた心地がしなかったです。気まずいっすか。まずいですね。ちなみに何ですか、出所する前に出所すると思った最大のポイントなんかあるんですか。まあなんかやっぱりなんかね、こうクレイジーだなと思ってて、こうでセクハラされて泣いて帰ってくるお姉さんもいれば、こう舞妓さんしててもお酒も入ってる、まあ、人権がそもそもないので、そう自分の発言もできないし、意見を言うってことがまずできないじゃないですか。し、まあ、理不尽なことを言われても、あすんまへんどしたって言って弁解っていうかね、こう何こう説明したりとかもできないし、本当に言われた通りの操り人形にならなきゃいけない。それがすごく辛くて、でも、まあ、ここでしか生きていけないんだろうなって思ってたんですけど、お客さんがね、こう初めてお前の意見はないのかって言ってくれたんですね。その時にはぁと思って、でこう怖かったんですけど自分の意見を言うようになって、でそしたらそのディスカッションしたりとかして、そしたらなんかお前面白いなって言われて、もっと世界見てみろよみたいな言われて、あ確かにな、っていろんな世界見たいなって思って、自分の意思を尊重してくれる場所ももしかしたらあるのかもしれないなと思って、うん、出たい、勉強したいってなりました。そう、それがさっき言った携帯を。あ、そうですそうです。そうで、大学行きなよみたいな、でも高校行ってないから行けないよって言ったら、高校卒業程度認定試験があると、うん、そんなのも知らなくて、そう受けて大学行きたいって。高校1年生の年ですもんね。あ、そうですね。みんな自分で遊んでるんですよ、普通に、ね、同級生とかに。うらやましかったですね。大学で運動する時に普通に女子高生見ますもんね。そうそうそう、見ます見ます。うらやましいと思って。だってハンバーガーショップにも行けないんですよ、うん、食べることもできないし、逆になんか思考停止してたんで、まゆこさんの時になんかもうほとんど何も考えちゃいけなかったから、なんかそれがしんどくて、なんか逆にこう、あ、勉強したいってなりました。勉強がしたかったのでやめようと思って。最初に目的としては日本舞踊とかを真面目にやりたいみたいな気持ちがあってそこに入ったんですか。そうですそうです。でもそんな体験したらまあ、見たくもないものになってきました、ね、そう。でも好きですよ、伝統芸能はすごく好きです。文化はすごく愛してるんですけど、私は多分ここだと芸を磨くことはできないなと思った。ちなみに旦那さんをもらうと具体的にいくらぐらいもらえるのか。その時に私が聞いてたのはですよ、なんか5000万を払ってもらうみたいな。でそれは私には1000も入ってこないけど、そのお客さんが所属してるお茶屋さんと私のお客さんで折半ぐらいだったんですね。マイコさんとかを愛人にするのはそれぐらいで金がかかってるんですか。まあでも本当人によるというか、提示額は多分違うと思うんですけど、私は辞めるの前提だったので。辞めるから高額吹っかけられてるみたいな。あ、そうそうそう、このお客さんならいけるだろうみたいなのもあったと思います。そう、経済状況でね。うん。じゃあ高校2年生ぐらいの17歳、17歳になる本当1週間前とかに辞めたのさ。ここからは、どうなっていくんですか。どういうことをしてました。最初はもう遊びたいってなって友達と遊んだりとかして、でまあちょっと落ち着いて、そしたらこうお客さんから電話かかってきて、お前そろそろ東京来いって言われたので、いろいろ世界見せてやるよって言われたから、行きますって言って行って、でこうまあいろんなこう大学のキャンパスに遊びに行って、教授と話したり、生徒さんと話したり、逆にこうジャズシンガーさんと話したり、オーケストラのメンバーと話したり、哲学者と話したり、デザインを勉強し教えてもらったりとか、なんかそういういろんな世界を見せてもらって、あ、私が感じてたのは正しかったのかもしれないなってそこで思って。あ、なるほど、ここっておかしいんじゃないかなっていうのが。そう、なんかもう、そう、京都が中心に世界回ってると思ってたんですよ当時は。そうです、本当に京都から嫌われたらその生きていけないぐらいで思ってました。そう、その
元お客さんの人が元々いろんなとこ案内してくれたとか、いろいろと合わせてくれて、うん、東京アレバルで喋り出しちゃったんですか。そうですね。じゃあそのお客さんがそのなんかいろいろ組めしてくれて、まあ、手伝ってくれて結んでて、うん、でそのまあお客さんの会社でも働いてて事務作業をしたりとか、まあ、秘書的な役割をさせてもらったりして、でもいろんな人に会わせてもらって。その人と付き合ってたとか、その人ではないですよ。微妙なところですね。あ、まあそうか、そう、うん、なるほど。そのパートナーということではないけど思ってます。そうですね。もう、まあ、そうですよ、そんなにお世話になってるかみたいな、うん、まあでも別に人間としてすごく好きでした。だから別に一緒にいるのも嫌じゃないし。嫌ではないですけど、まあ性的なことをしてたわけではないです。あ、そうなんですか。まだその時はもう未経験だったので。そう。逆に男性の彼氏はいつできるんですか、初めて。彼氏を作ってなくて、その東京から帰ってきて、まあ、東京でまあいろんなこう価値観を入れて、東京から帰っ大阪に帰った時に怖いものをなくそうと思ったんですよ。で私が怖いものって男性だったので、もう男性と関わってもう経験してしまって怖いものなくそうので経験し、そう、特にそんなよく知りもしない人と経験しました。あ、それが何歳ですか。何、18歳。あ、18歳で、あ、東京でいろんなの見てても、その半年とか1年ぐらいの話なんですか。そうです。でその後は普通にバイトしたりとかして、で、インターナショナルスクールの夏季講習に2週間行ったんですよ。はい。で、まあ大学は半分日本で半分海外行こうと思って、留学しようと思って、で貯めてたお金もあったんですけど、まあちょっといろいろあってそのお金がなくなりまして、やむを得ないですよ。気がついたらなかったんですよ。え、気がついたらなくて、退職するときにお客さんがこっそり渡してくれたお金とかもあったんですけど、とか、まあ東京で稼いだお金とかもあったんですけど、気がついたらなくなってて。なんで気がついたらなくなるんですか。ちょっとこれは言えないです。なんかすごいいろいろ事情があって、で、やばいぞと思って街を歩いてたらスカウトされて北新地で働くようになった。大学費用。そうです。あ、その間に高卒認定と取って、そう、取ろうとして一応受けたんですけど2科目だけ落ちちゃったんですよ。だからその2科目を勉強してたんですけど、その勉強してる最中にお金がないってことに気がついて、なくなってるってなって稼がなきゃみたいな、で、夜のお仕事に。いくら稼いでたんですか。100、うん、でもまあその大学の入学金とかの話ですよね。そうですね。え、それ結局じゃあ北新地行ってお金貯めて学校行くんですか。学校行こうと思ってたんですけど、北新地で働いてることがバレて行けなくなっちゃって。バレて行けなくなるんですか。行けなくなっちゃって、なんかそういうのは禁止みたいな、その厳しいインターナショナルスクールだったので。あ、そうなんだ。そう、そういうのはダメって言われて、どうしようと思ってたところに、まあ、ちょうど銀座に来ないかっていうお声がかかってて。お、また知り合いの人かな。あの、もともと芸妓さんの方からがやってるお店があるんですけど、そこから。そう、じゃあ銀座でもホストされたんですか。やりました、18から。あ、18、いっぱいいろいろありますね。すぐ銀座行くんですか。そう。で、銀座行って、銀座はどんぐらいですか。まあ、2年半あ、北新地が半年、うん、銀座が2年入りました。銀座っていわゆるクラブですか。クラブです。あ、作家みたいになったのはいつからですか。辞めてからですね。あ、クラブ、クラブをあのコロナで休みになってて仕事行けないってなって、ならたまたまツイッターで声かけてもらって、なんか一緒にマガジンやろうよみたいな。それはどういう知り合いだったんですか。全然知り合いじゃなかったんですけど、たまたまその相互フォローみたいな感じで、なんかね、その人がバズってて、でそこに私がコメントしたら一緒にやろうよみたいな感じで言われて、で書いてみたら、まあ、いろんなその編集者さんとかも一緒にやってて、プロの方もいて、でその人たちに褒めてもらったんですよ、文章を。でも私文章久々に書いたんですね、うん、中学生の時まではずっと書いてたんですけど、うん、中学卒業して舞妓派になってからは書いてなかったし、うん、本もほとんど読んでなかった、読んではいたんですけど、そんな
前ほど読んでなかったし、自分の言葉が出てこなかった、うん、語彙力が本当になくて、うん、でなんかその中こう書いてみたらって言われて書いてみたらすごい褒めてもらって嬉しくなっちゃって、うん、でいろんなとこに投稿したりとか、うん、なんかお仕事もらったりとかライティング、ライターの仕事いただいたりとかするようになって、うん、はい。あのツイートはなんかどういう経緯でしょうか。あのツイートは本当にいろいろあって、いろいろこうライティングとかしてお仕事もらうときに舞妓さんのこと書いてとかって言われるんですけど、怖かったんですよ舞妓さんのこと出すのが。これもまたさっきと一緒で、あの自分の怖いものをなくしたかった。ずっと怯えててずっと引っかかってたんですよ。自分は何者かって言われたときに舞妓さんだったって言えなかったので、でも自分は何者かって説明しなきゃいけなくなってきたし、それができなくて怖いなって思ってたんですけど、うん、子供ができて出産した時にあのハイリスクの出産だったので、うん、あの死ぬかもしれなかったんですね。死んじゃうかもしれないってぐらいハイリスクで、うん、まあ、あの出血が、私の血液が足りないから、うん、で手術だったので、そう出血の量によってはとか、その切り方とかによってはこう死んじゃうかもしれないっていうハイリスクな出産だったんですけど、その時にもう怖いものなくなっちゃったんですよね。あ、もう一回死ぬかもしれないってことですね。そう、自分の子供の顔も見れないかもしれないって思ったことがあったからこそ、怖いものもうないなってみたいな、うん、誰に嫌われてもいいしって思って、もっと発言できる世の中になってほしいなと思ったんですよ、うん、っていうのもあるので、これからライティングしてて、そのライターとして活動していくうちに、その女性の人権問題とか性差別の問題とか、なんかそういうことを書いてたりすると、自分のことも何にもこう向き合ってないのに人の問題に対しても向き合えないじゃないですか、っていうのもあるし、本当いろいろ重なって言おうと思って、であの投稿したと、はい、でも何かが変わるとは思ってなかったんですよ。はい、でもあんなに、だって今どんぐらいですか、30何万いいねと10何万リツイートもらったんですか。あんなに拡散されると思ってなかったんですか。そうですね、なんか、うん、いや拡散してもらえたらいいなとは思ってたんですけど、うん、何か動かそうとかではなくて、もう私の恐怖を全部出したかった、うん、こういうし、みんなね、こう今男女差別はやめましょうとか、うん、SDGs だとかなんかいろいろ言ってるじゃないですか、うん、その中でなんか男女平等とかって言ってる中で、みんな手放しに綺麗だね可愛いねって言ってる舞妓さんって、でも男尊女卑の最たるものなのではって思ったので、ただただ一回考えてみてほしかったんですよ、みんなさんに。何かを変えようとかではなくて、その今まで他の人も告発してきたし裁判とかにもなってきたんですけど、それでも変わらなかったから、私が何か発言しても変わらないだろうなと思ったんですけど、まず一回その問題提起してみんなが考えて、実はね、だって三つ指ついて三歩下がって絶対にこう口答えはしない女の子、絶対に否定しない女の子、そういうので本当にその日本の代表として海外に出していいのかっていうのも考えてほしかったし、結構そのいろんな大きな組織が関わってるから本当に殺されると思ったんですよ、あれを発言すると。出会う弁護士さんとか政治家さんとか全員に、本当にあれは命に関わることなのによくやったねって言われるんですね。そう、やっぱその夜の世界ってことはつまりってことだよね。そう、うん、本当にいろんなこう大きな組織が関わってることだったから怖かったけど、でも誰かの少しの勇気にもなってほしかったなって思う。そう、それずっと押し殺した状態でそういうライター業とかやってくるのもちょっと辛そうですよね。辛かったですね。で自分は何者だって本当に言えなかったので、もう言っちゃおう、肩の荷が下りたじゃないですけど、恐怖をなくしたかった。そういう仕事とか旦那さんとかに知ってたんですか。そのしてないです。そうなの。してない。結婚は何歳でしたっけ。まあ21。ほうほう。あ、銀座を辞めたタイミングですか。そうですね。別にそんな急いで結婚しようとか思ってなかったんですけど、辞めて、で、まあ、子供が欲しくて、私がこう
あまり子宮が強い家系じゃなくて子宮がんになる可能性が高かったので、うん、早いうちに子供が欲しいっていうのを相談してて、うん、あじゃあ俺も子供が欲しい、じゃあ子供ができたら結婚しよっかみたいな。はあ、作ろう子とか。あ、そうですね、もうなんか授かり婚というよりはなんかこうご縁があったらみたいな。ほうほう、そう。あの喫煙みたいなのはあのそのプロフィールに書いてあるけど、はい、喫煙感だったんですか。まあ舞妓さんの時ですね、ストレス性で喫煙になっちゃって病院に来たって言ったらいけないんですか。いけないです。でも自分が喫煙だっていうのに全然気づいてなかったんです当時は。喫煙って物が分かんないですよね。そう、元も全然分かんなくて、すごいどもっちゃうし、うん、あーってなっちゃうし、の伸びちゃうしで、話すまでの時間がかかるから、うんうん、余計怒られちゃうみたいな。何にも考えてないんじゃないかとか、どんくさいとかね。そうそうそうとか、なんかごまかしてるんじゃない、それも嘘なんじゃないかとか。そんなもうだからその外出てから気づいたわけですね。そうです、あなたそれは喫音だよって教えてもらって、大人の人から。そう、ADHD とかいつ自覚したんですか。まあ、あのホステスの時、銀座でホステスやってた時に、まあ、コンサルを雇っていて、コンサルタント。自分の。そう、あのホステスとしての。そんなのあるんですか。あります。そう、仕事のコンサルタントしてもらって、まあ、営業の方法とかもちろんなんですけど、まあ、自分の心のこととか実際に会ったり電話したり、あのやり取りとかで相談したりとかして、でその時にあなた ADHD の傾向があるから病院行ってごらんって言われて行ってみて、あじゃあ ADHD なんだからそりゃしんどかったよって言われて、そう、あそっか、じゃあそりゃしんどいのかと思って、で、では傾向と対策を練って生きやすくなった。はあ、そうか、しかも今こういうフリーの仕事だったらいいですよね。そうなんですよ。結構逆に、でもよくじゃ逆にちゃんと銀座とか一応決まった時間に行かなきゃいけない。そう、大変でした。うん、しんどかったですけども楽しかったので。あ、そっちは。うん、楽しかったです。あ、そうなんですか。だって自分の意見も言えるし、お客さんとも対等にお話できたし。自分の帰る家もあるし、プライベート空間もあるじゃないですか。全然、全然違うわけですね。全然違う。いじめもなかったし、ホステスさんとか。そうそう、マイク時代と、なんか世間的にはなんか、俺、見た道に行ったのかなって雰囲気あるけど、そうじゃないですもんね。全然違いましたね。私からすれば全然違いました。別にお客さんと恋愛しなくてもいいし、飲まなくてもいいし。うんうん、誰かに強制されるってこともない。自分の意思で全部決めれるし。で今後はどうしていきたいとかあるんですか。その自分として、まあ、子育てしながらっていうことはあるんですけど、はい、としてとか今後は、まあ、喫音の人に対しての活動もしていくし、私自身はライターとしてというか小説とかも書いていきたいと思ってるんですけど、うん、そういうね、こう私みたいに告発したりとか、まあ、舞妓さん辞めたりして、うん、なんか行き場がない人たちのために起業したいなと思ってます。どういう会社作るんですか。なので、ね、こう今ちょスタッフたちと今練ってるところではあるんですけど、その人たちの個性をどうやって生かすかってところを今考えてるところで、そう、問題解決にコミットした会社にしようっていう話はしてます。だからシングルマザーさんとか、そう、働く場所がない人とか、なんか障害を持っている、舞妓さん辞めました、やることないとか、夜職やってたけど昼職やったことないから何していいか分かんないみたいな、そう、そういう人たちとかね、こう集めて、いずれあの自分のウェブメディアを立ち上げたいと思ってます。あ、はあ、そういうやつを記事投稿したりとか。そう、まあ多分最初はそこであのみんな働いてもらう形になると思うんですけど、さっき言ってたような舞妓さんとかの世界の話って、まあ、清原さんが一応見てきた景色であるんですか、うん、はい、そうじゃない場所もあるっていうこともあるんですか。それともやっぱ前から基本酒を飲むのは当たり前の世界っていう感じの認識なんですか。あの最近はその私の告発の後は飲んでないところもあるみたいです。うん、でも大体飲んでましたね。現役の人が相談とか来るんですか。来ます、来ます、来ますって言ったらあのなんか携帯取り上げられちゃったりするから言えないけど。あ、そこ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 、まず持ってないが普通なんですよね。持ってないが普通なんですけど、まあ、持ってる子も最近はいます。隠れてやってる子もいるでしょうし、うん、それやっぱ似たようなことを体験してますよ今現在っていう。そうなんですか。そうか、辞めたいんだけどどうしたらいいですかとかで、まあ、いろいろ、まあ
元舞妓さんとか元芸妓さんからもそういうのが来るので、なんかどうしたらよかったのかなとか、もう心の病気を患っちゃいましたとか、そうどうやったらいいのか分かりませんとか、今働けてないですとか、現役の子とかだとやっぱりなんかこういうことを言われて私はこう思うんだけど、やっぱり私が間違ってるのかなとか、私って存在意義がないのかなとか、そういう、ね、のもあるので、あのホームページを立ち上げたんですよ最近。ホットラインみたいな、そう相談フォームみたいな、あ、そうホームページ立ち上げて、もうそこでこうまとめて皆さんに弁護士につなげて、私が弁護士と一緒にこう辞める手続きを一緒にやったりとかできるようにと思って、気持ちとしてはああいうものが分割して残った方がいいっていう気持ちあるんですね。それとも前にこう芸妓って存在を、まあ、なくなればいいってことではないですけどね。なくなればいいと思ってないです、うん、ただ選べるようにしてあげてもいいんじゃないかなって思います。権限というか人権が、うん、あってほしいし、未成年は最低限守られるべきだなと思うし、お酒飲まないで診療してあげるとか、そうなんかもう少しね人を大切にしてほしいなっていう、ただそれだけの気持ちで、そしてみんな辞めていくから現場役さんがいないわけでしょ、足りてない、足りてない、そう人数が100人いるかないないかなぐらいなので、でもみんなそれ辞めてなければね、もっと増えてるわけじゃないですか。でも辞めるって何か原因があるわけで、人権だったりそういう飲酒とかセクハラとかパワハラとかそういうのもあるから、多分、ね、気づいてないんだと思うんですよ。気づいてないんだと思うんですけど、心は確実に蝕まれていくから、そういうのをなくした方が花町も反映するんじゃないっていう、まあまあまあね、提案というか、いやでもそうですよね、幸い別にそういう世界からのなんか攻撃みたいなのは今のところ受けてないからないですよね。まあ、たまにありますよ。なんかなんでおとなしくあの家庭に入ってなかったんだ、家庭に入っておとなしくしとけばよかったのに、あなたが何をやっても変わらないよみたいなとか、とかそのお客さんとか花町関係者の人が、まあ、搾取してた側の人たちがなんかに捨て垢使って誹謗中傷してきたとか、そういうのはあったんですけど、別に直接ダイレクトに何かあるとかではないです。政治の世界と似たようなもんですね。時の政党があのわけわかんないアカウントいっぱい作ってそうそうそう、あ、なるほどね。さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 また連絡します。はい、またお願いします、はい、よろしくお願いします。こんにちは。